ある日、ポメ吉は一匹の猫に出会った。互いに見つめ合っている。もしかして相思相愛。紳士的に近づかないと逃げられるよう、優しくね。ポメ吉はこういう時、ワンワンと吠えないから助かる。猫は横向きになって体を大きく見せている。警戒態勢だ。ポメ吉、ポメ吉、あれ、猫に会ってどうしたいの？遊びたいの？座れ座れ。猫はいつの間にか警戒態勢を解いていた。敵意はないと分かってもらえただろうか。どうしたいの？あんた遊びたいの？友達になりたいの？寝転がって毛づくろい。友好の証だ。もう一匹いたのか。ポメ吉に毛色が似ているね。ここは猫の集会所なのかもしれない。犬がお邪魔しても大丈夫だろうか。ちょっとぽっちゃりかも。ご飯をもらっているのだろう。こっちもぽっちゃり。ゆっくり近づこう。ゆっくりね。ゆっくりゆっくりだ。優しく優しく。荒々しい。好きでいればいるほど逃げられるジレンマだ。互いに興味はあるけど、まだまだ警戒。あれ、奥に人がいる。ずっといたのか。そういえばこの2匹って、ポメ吉パパは子猫時代から知ってる猫かも。まだポメ吉を迎え入れる前、夕方になると2匹が座って待ってて、アパートから出てきたじいさんがご飯あげてるの見たことあるよ。ポメ吉パパもチュールあげようとしたけど逃げられた。どうやったら仲良くなれるかな。倒れたフェイクグリーンの上でリラックス。ゆっくりゆっくりね。だいぶ近づけたぞ。しかしあまり接近すると引っかかれそうなので注意。ところがこの後、ポメ吉が意外な行動に出る。堂々としている猫を見て自分より強いと判断したのかも。遊びたいのか、獲物として捕まえたいのか、どっち。しばかないで。これ以上仲良くなることはできないだろう。顔見知り程度といったところか。帰ります。散歩お疲れ様でした。片足を出すいつものスタイルだね。本当は牛柄で統一したいけど、ポメ吉の服はパンダ。コーディネートとしては合っているが、実はちょっとおかしい。全然こっち見ないやん。ポメ吉は撮られていることを理解しているので、わざと目線を外すよ。カメラ向けたら喋らなくなったりするしね。パンダのフードずっと被ってるね。嫌じゃないんだね。ポメ吉パパは最近ライブ配信を頑張ってやっているから、喉の調子が悪いです。喉飴をよく舐めています。ところでこのナレーションの声どう思う。青山流星って名前のキャラだよ。
ずんだもんの声の方がいいかな。では今日はこの辺で。じゃあの。